曲作りの秘密はなかなか聞けないもの。そこでちょっぴりお酒の力を借りて聞き出した作詞作曲秘話。そうだね、気にしてないようでのしかかるもんだよね。そうだね。で最終的にできたら気にしてないんだけどね。そうなんですよね。作るまでのこの例えば1ヶ月で書くって言ったら25日まで気にしてんだろうね。最後に使う気にしてないんだけど、ね、だからそのまあちょっとハニーの時もさ、決まってたじゃん、それで何秒っていうのは大体ドラマの主題歌だとさ、ワンコーラスかかって何秒で、だから1分半ぐらいでワンコーラスはまず終わってないといけないっていうのがあってさ、それはずっと考えてないけど作る時は考えてないじゃん、でもうまくいった時にはあ入ってたみたいなさ、ことなんだよね。で結構ハニーは悩んだけどね、大変だったな、あの時ね、いろんな各所でいっぱい打ち合わせしてたよね、そんで、いろんな人といろいろと打ち合わせをして、最初プロデューサーの人とも打ち合わせしたしね、本当、あの時に片思いの詩と別れの詩はやめてくださいって話で、 そうだね、そんなのって全然私にとっては制約じゃないと思ったの。なんかもっとさ、ストーリーでこうなってこの二人がこうじゃなくて、そのぐらいの、 あの範囲であれば全然クリアできると思ったんだけど、いざとなるとのしかかっちゃうんだよね、その25日間は。かなちゃんは特にそうだろうね、いろいろこうテーマをね、持ちながらやるからね。そうだよね、本当に。で、まあ、今日はですね、ここでですね、私の最初のデモテープをですねここでかけて、やっぱね違うんだよ、ね、だからさ、これでみんなでよしこの曲だって言ってから、やっぱほらスタジオでいろいろやりながらさ、あそこの B メロス長いから短くしようかとかさ、じゃあここはコーラスにしようかとか言ってね、変わってる部分が結構あるんでね、これはまあファンの人もですね聞くと面白いんではないか、みんなも結構詞も違います。そうなんだよね、詞がねハニーではついてて、かなちゃんの来たねファックスでねつけたんだけど、まあ最初の詞だよね、仮詞ね、途中で歌詞歌ってんだけど途中がララランになってたやつがめちゃくちゃなんだよね、香りの部屋で作られたデモですね。そう、私のあの部屋でちょっとかけてみましょう、これこそ初公開だからハニーの最初のデモテープ。どっかな